大相撲初場所初日、10日、東京、両国国技館、日本相撲協会の柴田山広報部長、58、イコール元横綱大乃国が、電話取材に応じ、序二段力士の琴願哲、22イコール佐渡雅楽が、新型コロナ禍を理由に引退したことを受けて、怖いからでは、理屈が通らないと語った。琴願哲は9日に、自身のツイッターで引退を発表。このコロナの中、両国まで行き相撲を取るのはさすがに怖いので、休場したいと佐渡ヶ嶽親方に伝え協会に連絡してもらった結果、協会からコロナが怖いで、休場は無理だと言われたらしく、出るか辞めるかの選択肢しかなく自分の体が大事なのでと綴った。これに、柴田山部長は、組織の中にはそういう人もいる。会社にもコロナが怖いから出社したくないという人もいるだろうとした上で、それをみんなが言っていたら仕事にならない。対応ができないなら本人が出生進退を考えるしかないということと指摘。また、協会は感染対策を徹底していることを強調し、協会全体が一丸となる中、それは違うと思う。続けて、こうなったら師匠の手にも負えない。自分はそこまで聞いていないから、部屋の師匠との話とは思うけど、コロナが怖いから休場させてでは、理屈が通らないと苦言を呈した。